私と椿ちゃんの2人で練習なんて珍しいわね。なんだかワクワクしちゃう。音源は葵くんから預かってるから任せて。私より葵くんの方が良かったかしら。そんなこと考えてないわ。ごめんなさい、ヒーローと葵にまで気を使わせて。別々で練習？うん、ヒーローの案なんだけどね。いつも4人で同じことばかりでしょ。たまには趣向を変えてみるのもある意味で練習になると思わない？近くに新しい練習スタジオができたから、ちょうどそこにも行ってみたかったんだ。渚、どう？あ、うん、わかった。私と椿ちゃんはここでこのまま練習しましょう。わかった。葵もヒーローも私と渚の様子がおかしいって気づいて、きっとそれで。さっきも言ったでしょ、たまには趣向を変えてみようって。さあ始めましょう。準備はいい？うん、大丈夫。あ、ここ、渚が毎回アレンジするところだわ。渚ったらいつも好きにしすぎなのよ。でも渚のアレンジがないからかしら、曲としては綺麗なんだけど盛り上がらないというか、物足りないというか。だから違うんだって。今の椿だと歌い方が違ってて。じゃあこっちの音源使う？渚の言う歌い方に近いと思うけど。確かに言った通りはそれなんだけど、そうじゃない。今の私と椿だったらもっとこうガッてガッて感じでさ、最近いつもそうだっただろ。わかんない。だって椿は私がこうしたら絶対に。あ、渚どうしたの？いや、なんかさ、こうやって改めていろいろ考えたら、椿ってこんなに私に合わせてくれてたんだって思って。椿と一緒にやるとさ、すごいんだ。私がこうしたいって思ったところに本当にそういうのが来んの。で、それ聞いたら私ももっとこうしたいって気持ちになって、だから私は椿とロンドとみんなで一緒にやるのが好きで。あ、ヒーローからだ。向こうは練習終わったって。渚、こっちはどうする？もう少し続ける？ううん、今日はもういいや。ただいま。おかえりなさい。そっちの練習はどうだった？ってその顔じゃ聞くまでもないわね。ヒーロー、あれ、椿は？椿ちゃんなら先に帰ったわよ。え、もしかして椿、私と顔合わせるのが嫌で？違うわよ、調子が出ないから休みたいって。実際二人での練習もあまりうまくいかなくてね、身が入ってないというか、心ここにあらずというか。こっちと同じだね。なあ、椿って私に怒ってる？だからあんな。怒ってないや。でも逆に渚は椿に怒ってる？なんで私が？え、そんなわけないじゃん。むしろどう謝ればいいのかなって。それで、あ、そういうこと？渚ちゃんも椿ちゃんの性格知ってるでしょ。じゃあ、あの時の反応って。ああ、あのさ、椿あれは怒ってたんじゃなくて、
どちらかというと謝るタイミングを逃して焦ってるだけだと思うわよ。そっか、私と同じだったんだ。うん、だから時間が解決してくれるのかなとも思うんだけど。けどだからってそれを待つのは私らしくないよな。てなわけで私、椿のとこ行ってくる。行ってらっしゃい。はあ、もうやだ。直接会って謝ろうって思ってたのに、あんなんじゃ。どうしよう。誰かしら。渚？渚、なんで？直接会う方が早いと思って。お邪魔します。え？なんでわざわざ家まで？我慢できなくて怒りに来た？当然よね。私のあんな態度じゃ。でも次こそ、逃げずにちゃんと聞こう。それで、ちゃんと渚に謝。椿、ごめん！え？私、すぐに突っ走っちゃって、一人で楽しんで。でも、私だけじゃなくて、ロンドのみんなでやってるんだもんな。みんなが、椿が合わせてくれてることに、ずっと甘えてた。ごめん！どうして渚が謝るのよ。謝らなきゃいけないのは私だわ。私が言い過ぎた。というか、渚に八つ当たりしたのよ。自分がうまく歌えないのを渚のせいにしたの。でもそれはもともと私がアレンジしまくったからじゃん。もっと私がみんなに合わせなきゃいけなかったのに。違うわ、渚はあれでいいのよ。だって私、渚のギターアレンジ好きだもの。だけど私がそれにうまくついていけなくて、それが悔しくて。だから私が悪いの。昨日はごめんなさい。椿なんだ、やっぱ同じだったんだ。同じって？私も椿もどう謝ろうか悩んでて、逆に謝れなかったってこと。私さ、椿が怒ってるからどうしようって思っててさ。でもまあ、うやむやになるかなって気持ちもあって、それですぐに謝ったりとかしなかったんだ。私もどう謝ればいいのかわからなくて、何度も謝ろうとしたの。スマホで何度も文章を書いたし、電話しようかなとも思ったんだけど、なんか違う気がして。だって仲間と喧嘩をするって初めてで、どうしたらいいのかわからなくて。仲間？そうだよな、私と椿って仲間だよな。違うの？違わない、もういっそ親友でもおかしくないんじゃない？それはちょっとニュアンスが違うような気も。よかった。このまま仲直りできなかったらどうしようって思ってたから。それはきっと大丈夫だったって。ああ、でもさ、椿、私さ、こういう性格だからまた無意識にああいうことをしちゃうと思うんだ。その時にさ、椿がズバッと言ってくれたら嬉しいかも。ほら、葵とヒーローは優しすぎるから。自覚してるなら自分で気をつけたら。そうそう、そういうのズバッと言ってほしい。それにそれができたら私も苦労しないんだよな。もう何それ。もう。もう私は一人で演奏しない。世界観を壊さないよう、みんなに合わせて。ごめんなさい、葵、止めてくれる？どうしたの、椿ちゃん？
なぎさ。なに？今回は私、アレンジとかしてた。だからよ、そんなの、全然なぎさらしくない。でも。私、この前の、なぎさと別々になった時の練習で分かったの。なぎさの演奏があるから、私は歌えるんだって。ついていけないのは私の力不足で、私が悪いの。だからなぎさ、私のことは気にせず、いつものように演奏してほしい。私がなぎさに合わせてみせる。ううん、合わせたいの。ツバキ、あのさ、私も同じこと思ったんだ。ツバキの歌があるから、いつも以上の一人じゃできない演奏ができるんだって。ツバキの歌声を聞くと、もっとこうしたい、ああしたいって気持ちがブワーッと湧いてきて。だから、葵、曲、早く流して。わかった。よっしゃー。あら、なぎさちゃんたら、気を使ってた反動か。いつも以上に激しいわね。ツバキから言い出したことだけど、大丈夫かな。すごい、今まで以上に力強い声だ。ツバキちゃんたら、いつの間にこんな。ツバキ、一曲終わっただけでクタクタね。でも本当にすごく良かったよ。ええ、この前と全然違う。練習をちょっと変えたの。ただ歌うだけじゃなくて、渚だったらどうするか、どうしたいか、私はそのためにどう歌えばいいか、それをずっと考えて。渚のギターに負けないようにじゃなくて、渚の音に私はどう合わせればいいのかって。最高だった。ツバキの歌に体中がビリビリして、この歌にだったら私ももっと変わらなきゃって体が勝手に動いてた。すげーよツバキ。すごいのは私じゃないわ、なぎさよ。なぎさがいればロンドはもっと変わっていける。違うって、ツバキがいるからだって。すごいわね、あの二人は。私たちも負けてられないわね、葵くん。うん、そうだね。雨降って地固まるかしら。前よりもずっと仲良くなったみたいだし。あ、だけど渚、さっきのラスサビはさすがに飛ばしすぎだったわよ。葵が調整してくれてたからなんとかなってたけど、あと感想の。うわぁ、ごめんって。それだけじゃないわよ、まだまだあるんだから。渚が暴走しかけた時は私が止めるって約束だもの。そうは言ったけどさ。あら、私の勘違いかしら。